女優主演賞並びに脚本賞をご紹介いたしましょう。女優主演賞は安藤桃子監督作品 0.5 ミリより安藤サクラ様です。そして一緒にご登場いただきますのは同じく 0.5 ミリにて本年の脚本賞を受賞されました安藤桃子様です。どうぞ拍手でお迎えください。本年度の俳優部門女優主演賞はある事件に巻き込まれて全てを失った介護ヘルパーが生きるために押しかけヘルパーとなったことから始まる様々な交流を通し人と人とのつながりを描いた安藤桃子監督による 0.5 ミリ。この作品で訳あり老人たちを見つけてはその生活に入り込んでいくヒロイン沢役を圧倒的な存在感で演じられた安藤サクラ様が受賞されました。はい、まずおめでとうございます安藤サクラ様、はい、今のお気持ちを聞かせてください。ありがとうございます。あの姉の作品で一緒に ここに来れたことがとても嬉しいです。本当にありがとうございます。おめでとうございます。さあそれでは続いてお姉様の桃子様に、はい、今のお気持ちはいかがでしょうか。こうやってあの妹さんと一緒に入場することができていかがですか。そうですね、あの姉妹でこう受賞っていうのは今日初めてなので、登壇することがもう実は結構夢見ていたことなのでとっても嬉しいです、はい、そして皆様お気づきかと思いますけども、はい、お姉様おめでた。これあの流行りのウエストポーチっていういつ生まれてきてももう今おかしくない感じなので、もし産気づいたら皆様ちょっとよろしくお願いいたします。はい、おめでとう。気をつけてこの後も、はい、楽しくお過ごしください。はい、ありがとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。本年度の女優主演賞安藤サクラ様、そして脚本賞の安藤桃子様でした。おめでとうございます。